はい、皆さんこんにちは、サンディです。今月もクイーンズレンズさんからガラコンが3つ届いたので、今回もレビューしていきたいと思います。では始めましょう。はい、で今回も、3つ3色3色じゃない、今回はグレーばっかりなんだけど、てかグレーだけなんだけど、違う種類のグレーになります。でそれを3つ紹介していきたいと思います。過去にもこういう動画をやっているので、もしよかったらこちらに上に載せたり下の方に、リンク貼っておきますので、もしよかったらそちらの方も見てください。で、クイーンズレンズさんではよく、クーポンだったりとか割引が結構されていて、もともと結構安いんだけど、さらにそういうのを利用すると安くなったりするっていうのもあるので、ぜひぜひ、クイーンズレンズさんの、ホームページだったりとかインスタグラム、Facebook、Twitter などを見ていただくと、もうちょっと詳細があるので、もしよかったら下の方にもリンク貼っておきますので見ていってください。ではスワッチの方を始めたいと思います。はい、こんな感じで、スワッチ終わりました。皆さんはどれが一番好きでしたか？今回の中で私が一番好きだったのは、今一番最後に見せたやつだと思うんだけど、今つけたまんまにしてて、これはなんか結構ね、なんだろう、縁がそんなに強調されてないからすごい自然に見えて、まあ、近くで見るとまあなんかこうグレー感があるんだけど、一見見るとそんなにカラコンしてる感がなくて、すごい自然な感じになってすごいいいなと思いました。これ一番今回の中では一番気に入りました。他のやつも可愛いんだけど、まあそれぞれ雰囲気が違うなっていう感じでした。同じグレーでもこんなに違うんだなって、改めて一色でこんなに比べたことは一度もなかったので、いつも、レビューしてる時はまあ2色同じだったり、1色、3つのうち2つ同じだったりとかっていうのはあったんだけど、3つとも同じ色っていうのはなかったので、なんかいい経験になりました。まあそんな感じで、今回紹介したカラコンについては下の方にリンク貼っておきます。もしよかったら、下の方、詳細の方を見てください。はい、そんな感じで今日の、クイーンズレンズさんの、カラコン、韓国カラコンのレビュー動画を終わります。もしよかったらチャンネル登録してください。そして、もし何かしてほしい動画とかあったら下の方にコメント残してくれると嬉しいです。ではまたねー。